スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、萩原直也のスロートーク。皆さんこんにちは。今月もスモールサンインターネットラジオ萩原直也のスロートークの時間がやってまいりました。今から約30分スモールサンの M&A プロデューサー萩原直也さんとゲストの皆さんと一緒にいろんな話題についてスローに語っていきたいと思います。アシスタントは今月も水瀬亜希です。萩原さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。先月は僕じゃない、あれ完全リモートだったよね。あ、そうですね、まあ、完全に皆さんバラバラのところで、そう僕自宅で、はい、水瀬さんはスタジオで、はい、ゲストの大沢さんが多分ご自宅、いや事務所じゃないですか。あ、うん、ね、壮絶な超貧困話をそうでしたね。相当話題になりましたけどね。はい、まあそんなこんなで、まあ、あの5月、はい、もう終わりまして今6月か、はい、もうね去年の6月まさかこんな来年もこんなことやってると思ってなかったけどね本当ですよ。なんか変わったことありました？全然関係ないですけどスマホを買い替えましたあの3年ぶりに買い替えたんですファーウェイ P20 をついに、え、なんか壊れたの？いや、あのちょっと充電の減りが早くなってきたなと思って、もうちょっとそろそろもう3年も使ってるし新しいのにしようかなとか思いつつ。何にしたんですか？シャープです。えらい、日本メーカー、素晴らしい。僕で日本メーカーを使えとなんとなく言ってる僕ですらですね、はい、台湾のですね、あのエイスース。あいやすげえんだよこれ。まあいいや、だからそうね、今日のねテーマは実は半導体というね、はい、あの話ね、ちょうどねいい具合にこうスマホを買い替え、いい調子いいの？はい、思ったより使いやすい。なるほど、アクオス。そうですね、はい。シャープはちなみに今どこの国のメーカーがしてる？え、日本じゃないんですか？台湾ですね。そうなんですね。今日は実はですね、なんとタイトルにもあります TSMC とありました台湾がですね、はい、世界のですね、あの半導体の中心地にもはやなっていてですね、おうおうおう、で台湾が実はあの様々なビジネスを あの鍵を握るんではないかということでですね、はい、あのこの半導体のなんていうかね、まあ、中心地ですね世界のね、もはや、うんうんうん、TSMC を擁する台湾についてのさまざまなお話をですね、ちょっと、お話しいただけるちょっと専門家をね、はい、招聘しましたので紹介を、はいはい、本日のゲストは半導体業界を専門にした調査コンサルをされているグロスバーグ合同会社代表大山悟さんです。本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大山さん本当ありがとうございます。はい、こちらこそ。大山さんはもともとはだから大学、後でちょっと詳しく聞きますけど、もともと半導体製造装置のに入られて会社に、はい、あのたまにこの番組でね来てくれてるあの産業タイムスの吉水さん、はい、ああ、そう、あなたは会ってない、多分私お会いしてないかもしれないですあの日本の製造業とか東芝がいかにあのすごかったかみたいなちょっと話してくれて、はい、もうね一般の新聞じゃ載らないような情報をね、ほう、あの教えてくれるので、もうあの半導体業界の文春って僕ら言いましたけどこの半導体業界の文春に情報を出してるのが実は今日現れたですね、大山さんお相当ここでね打ち合わせの席で話せないような話をしてくれましためっちゃ面白かったですけどめっちゃ面白かったけど、ここで話せる話はとりあえず残念。今日はね、半導体の中心、半導体ってなんだか知ってる？これでなんかパソコンとかにの基盤のどれか。そうですね、まあ専門のね、大山さんに後で詳しく解説してもらいます、はい、まあ一般的に、パソコンとかね、はい、スマホとかこういう電子機器を構成する電子部品、うんうん、と思ってもらえばもいいと思います、はい、あのかつてはねそれこそあのパソコンだとか電子機器だけでしたけどね、今は自動車の走るパソコンみたいなもんですよね。そうですね、なんと、うん、そうですよ。さらにこの間僕の知り合いの社長さんがね、自動車の半導体作ってるあの会社が
この間火災になっちゃってね、あの自動車大変だって時に、自動車大変だねって話したら、いやうちも機械変えれなくなって大変なんだよっていうのを金属加工の社長さんが言ってましたよね。え関係ないじゃんと思ったら、後も詳しく説明してもらいますけど、まあつまり金属加工の機械に入ってる半導体が入らなくなった、そういうこともあるんですね。つまりこうエアコンもそう、このね身の回りのものって全部半導体で動いてる、ね、やべえやばいんですよこれなんかの半導体ないとダメです。あとスマホだけじゃなくてね、あのスマホのデータをこうなんていうの、送るサーバー、送るサーバーも全部、あれもだから半導体足りなくなっちゃったら使えなくなっちゃう。なんとアマゾンも動かなくなりますよ、ね、やだ。まあ、そんなようなことをですね、はい、今日は詳しく、はい、大山先生に、はい、あの裏話も含めてですね聞きたいと思いますので、はい、ちょっとまあ素人も含めてね、いろんなリスナーがいますので、ちょっと分かりやすくちょっと、はい、あの今日は解説していただきたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。萩原直也のスロートーク。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんです。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。萩原直也のスロートーク。はい、それでは大山さんのキャリアについてちょっとお伺いしていきたいと思うのですが、どういった経緯で今のお仕事を始められたんですか？最初はメーカーに入社とかですか？はい、一番最初は東京エレクトロンというあの半導体製造装置を作ってる会社。ほう。まあ、あの半導体も売ってますし、コンピューターも売ってるし、いわゆる電子機器商社なのかメーカーなのかわからない会社に、高校に大学とか大学院を卒業してここに入ったんですけども、はい、何年ですかそれって？1985年、だいぶ昔ですね。これはもうあれじゃん、バブルに向かって一直線の頃ね。当時はそんなこともわかんない、わかんないまま、後にやってくるわけですよね。なるほど。確かに。ちなみに半導体製造装置なんて分野って当時そんなに注目されてないじゃないですか。いや、全くないですね。またあの私がいたところって、実は大学とか大学院でやってたことっていうのはソフトウェア工学なんで、半導体とはあんまりちょっと密接な関係はないところですね。相当だから、だって Windows が世間的に注目されるんだったら95年だから10年前でしょ。そう、 Windows95 の10年前だよ。そうか。スマホも何もないです。何にもないですね。何にもないけど、パソコンガラケーもない、自動車電話があったかどうかぐらい あった、うん、あったんだ。いや持ってなかったけども、Mac はもうあったっけ。 Mac はありましたが、すごい初期なんですよ。ちょうどだからスティーブ・ジョブズがまだね、髪がふさふさになってくるじゃん余計なお世話だけど相当だからその時代にこの少し変わった、ね、これからと思ったってこと。実は全然違う会社に行こうと思ってたんです。あら、そうなんだ。要はね、情報処理学会っていう学会があって、あでそこの副会長だったんですよ、指導教授は。あだから我々はその情報処理学会で自分の論文を発表するのはわりかしその避けて通れない。そうすると同じようなテーマやってる中にその NEC さんですとかね、電電公社、今の NTT ですけどそういう人たちが同じようなテーマでこうよく、だから文化会で一緒になって NEC の中央研究所の人とよ、まあ、こうかこうか大変仲良くなって、なるほど、うちいらっしゃいよみたいな、あらどうしよう、説明が出たっていうまあまあそれはそうね、当時の指折りのトップ企業ですよね。ところがですね、教授じゃなくてその同じ研究者の助教授が、まあ、そういえば大山お前営業やりたいとか言ってなかったかと、俺の友達の会社行ってみねえかと。やぶから棒に。何ですかそれはって。東京エレクトロンっていうんだ、東京エレクトロンって何ですかって、エレクトロンだちょっと来いなんつってまあ部屋に呼ばれて一冊の本をくれたんです。ほう、これ読んでみろと。火の玉集団っていう名前の本で、
東京エレクトロンが二部上場を果たした時の、まあ、実はのてんこ盛りになった本があって、うんまあ、一晩で読めちゃうような本ですよ。うーんでそれやるから読んでみろと、うん、で、まあ、自分のアパートに持って帰って読みますよね、うん、次の日がこう言って読んだからしたら先生俺この会社行きます。感銘を受けた。何がかっこよかった。かっこよかったの。ちょっとかなり持って書いてあったけどこれは学生を騙したって言ってました。今にして思えば騙された方がかもしれない。なんとでももう何85年ぐらいの時に東京エレクトロンで上場してたんですか。ですね、僕が入った時は一部上場果たして間もない頃。じゃあもうそんなでかかったんだ。僕はその時に入社面接受けた時にエレクトロングループ1700人って書いてありました。そんなにいたのも。いやだから今1万人超えてますもんね、うんうん、だからそういう意味で言うと発展途上段階、まあ、日本最強の半導体メーカー、半導体関連メソジメーカーですけどね、もはやね世界の中でもこの業界で知らない人いない。なるほど。になまあでも、先見の明があったってことじゃない、まあ、たまたますごいね。いやだって騙されてよかった。あの85年ってのは実は1回目の半導体不況の年でもあるんです、ね、いきなり、そんな頃から84年までよかったんですが、入ってみたら聞いてた話とだいぶ違うなという現実に。当時の半導体って何に使われてたの。まあ、当時はパソコンもそんなに市場も大きくないし、車もそんなに電子化してませんから、どっちかというと大型コンピューターですとかね、あれだ金融機関とかのでかい、そういう、そういうところで使われていて、じゃあ量もそんなないですね。大したことはないです。今に比べたらそれこそもう桁が一つ二つ小さいようなそんな市場ですよね。でもあの可能性も感じてたし、こうアップダウンは激しいけど成長していったわけですね。当時はねダウンがあんまり認識されてなかったんですね。そうなんだ。これが85年がまあ実質1回目の半導体不況みたいなもんですから、うん、ただ その後89年といえばもうバブル絶頂期ぐらいの、うんね、4年間ぐらいはバーっていくわけですよね、うん、4、5年間、うんで僕この間もデータちょっと見て1990年だからそれから5年後 の、 あの世界の半導体の市場シェアって見たらトップ10のうちのトップ10のうち半分以上は日本。6社入ってましたね。6社入った、圧倒的に強かったね。強かったですね。当時はその世界の半分以上の半導体を日本のメーカーが作り、半分の半導体を日本という国が消費してた時代ですからね。いやそうか、消費も日本でしてたんですね。そうですね。だからアメリカあたりがもっと海外の半導体を使ってくれという貿易摩擦まで起きた時代ですね。そうかそうか、なるほど。そんな中で結局東京エレクトロンは辞められて。東京エレクトロンは実はまあ、シリコンバレーの駐在もひっくるめていろんな仕事をやらせてもらったんですが、実はシリコンバレーにいる時に調査会社、当時データクエストって名前でしたけど、はいはい、そことの付き合いがちょっと深くなって、うん、まあ、アナリストといろいろやり取りがあって、まあ、今でいうガートナーっていう名前になってますけども、ガートナー、で、まあ、一言言えば現地でスカウトしていただいて、あ、でそっち行こうと、いやいや、さすがにさすがに現地のスカウトといってもその日本から駐在してる身ですから、うんうん、で、まあ、日本に帰ったら今度日本法人からお誘いがあって、あ、で、まあ、行くわけね。まあ1年帰国して1年経ってからフラフラっと行ってしまったんですなるほどなるほど。まあクライアントだったんですけども、うん、どっちかというとそのデータクエストのデータに対してサービスに対して文句を言う側だったんですけどね、うんうん、まあ言う側から言われる側にちょっと身を置き直してなるほど、もう言われる側、でも結局そこはずっと調査会社もされて、で去年独立された。そうですね、まあ、調査会社にいる間に当時金融機関も随分たくさんお客さんいて、はいはい、で、まあ、ちょっと株には興味ないから結構ですなんて言ってたんですけども、ちょうど私がいた頃からその半導体経験者をアナリストに迎えようなんていう話が盛り上がりかけた時に証券会社に入り、あ、そんなキャリアもあるんですか。まあ、ただ入った会社入った会社みんななくなっちゃって3つ目の会社がリーマンブラザーズ証券ってやっぱり、なかなか残るのが難しい。それはそうですか。で、まあ、結局8年証券会社にいたんですけど、もう一遍半導体業界に戻りたいなと思って、で戻りたいですって言ったらたまたま富士通が手を挙げてくれて、あ、そうなんで富士通に戻ったんですが、まあ、富士通には6年ぐらいお世話になりました。へ、でその後
調査会社にもう一回戻って、あ、なるほど、で今は独立という。すごいですね、なんかね、うん、だからメーカーにいて金融系に行って調査に行ってみたいな、そうですね。でも一貫してずっと半導体の情報なんですか？ずっと半導体ですね。結局証券にいた時も半導体銘柄しか担当してないので。あ、やっぱりね、だからずっとこの業界をこう何十年何十年85年から、まあ、30数年ぐらいですね、ずっとだからもう勃興期から見てるわけね。そうですね。いやだからね、日本ってだから1990年って世界トップだったわけ、で今は今の世界トップっていうと、まあアメリカですね。アメリカ、まあ、それから作る方でいうと台湾と韓国ですね。消費ではアメリカで。あ、そうか、やっぱり。なるほど。だから今台湾、まあ、韓国ってサムスン、そうですね、サムスンさん、サムスンとあとは台湾が TSMC ですね。そうですね、はい、TSMC というのは、台湾セミコンダクターマニュファクチャリングカンパニーカンパニーという、ほうほうほう、だから台湾の半導体を作る会社って直感わかりやすい、わかりやすい全然ひねりも何にもない結構若い会社なんですよね。1987年に設立されていて、私が東京エレクトロン入った時はまだないんですよ、この会社は。なるほど。でその時にその87年にできるまでに、その作った人はもうかれこれ80今後半になってる、あのモーリスちゃんってとても有名な方なんですけど、アメリカにいる時にテキサスインストルメンツ TI という半導体メーカーでトランジスタ作ってて、でお客さんが IBM、IBM の大型コンピューター向けにトランジスタを作っていて、品質改良、その品質管理、品質向上に大変貢献できて、で IBM に感謝されたと。それでこれで下請けをやっていても、まあ、大手と対等に渡り合えるだけの立場に立つことができるぞということを確信して、TSMC を作ったといういきさつがあるみたいですね。はあ、だからアメリカっていうのも当時のトップオフトップで、そうだね、もうそこのトップがまあ TSMC、そうですね、あの87年頃ですとね、TI も、トップ10の中の常連の会社ですね。そうですね、まあ、今でもトップ10に入ってますけど、でそれで、まあ、あの台湾のメーカーが、まあ、あの技術力をなんとか伸ばして、そこに日本は開催してたんですか？してます。してるんだ、やっぱ技術供与もしてますね。してるんだ。あ、そうなんですね。いやだからね、もう台湾、まあ、とにかくその現在はだから世界最高水準の技術を持ってるのがTSMC。 TSMC ですね。圧倒的ですか？圧倒的ですね。特にその先ほどスマホを買い替えられた話がありましたけど、スマホの中身というのはあの限られたスペースに、まあ、いろんな機能を盛り込むために、まあ、世界で一番微細化ができる半導体製造技術が必要なんですが、それは今やもう世界ナンバーワンと、TSMC がいないとこれが作れない。なんと、なんと iPhone も、 iPhone もそうですね。なるほど。まあ、それほどね、だから、まあ、日本がだから1990年にトップ10のうちの6社だった、で日本が技術的にも指導していたかもしれないと。でところが日本は今もう見る影もない調査会社 の、 経営 の、 あの数え方にもよるんですけども、入ってたら入ってなかったり。なるほどね、まあ、あの半導体、そのメモリーとかいわゆるこの使う部品のね、部品の方の市場ではそうで、まあ半導体そういう、まあ、作る方の製造装置って方では、あの東京エレクトロンがね、まあ、世界でナンバー半導体を作る装置の方ではまだ残ってるけど、そもそも の、 あの製品の方ですよね、半導体自体の、半導体自体の方では全然いなくなっちゃったと。そうですね、まあ、後半ではね、ちょっとね、なんでそうなっちゃったのかっていうことと、今だからその台湾の TSMC が、実はあの世界の中心、ビジネスの中心に、ね、と言えるようなポジションにいる可能性もあると、はい、あ、まあ、十分中心と言っちゃっていいと思います。なんと、いうところから見るですね、今後のちょっとビジネスの展開だとか、あの我々日本がね、どうしていったらいいのかっていうこともちょっと考えるきっかけにしたいなと思いますので、後半もよろしくお願いします。はい、萩原直也のスロートーク。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。
全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。萩原直哉のスロートーク。はい、そんなわけで TSMC って名前がねちょっと出ました。最近やっぱニュースでもすごく出てきてて、そうですね、昨日ね、あの今日かのニュースでもつくばにこう、はいはい、あの何か作るって300億円370億円にやらって書いてありましたね、うん、これそもそも TSMC ってのはもう何がすごいというか何をしてるというか、もともとはその半導体 その製造委託、うんまあ、製造受託を受けて、うんうん、でまあ半導体を作ってあげる会社ですね。お客さんにアップルがいたり、うんうん、それからあの、まあ、有名な半導体メーカーがいたりして、うんうん、自分たちは半導体の完成品は作らない、うんうん、これ作ってよって言われて OK、 じゃあこういう仕様でこう作りますっていうだけを、そうですね、それを1000人で受けてたと。例えばあの週刊文春を出しているあの文藝春秋という会社には輪転機はないと、うんはい、輪転機はないけれど代わりに凸版印刷が、週刊文春という製品を作ってあげてるみたいな、まあまあ要するにね、そういうことね。 TSMC はその輪転機を持ってる会社みたいな、うん、そんなイメージ。なるほどなるほど、自分で擦れないけどね、そうです、自分、まあ、擦れるところをうちが擦ってあげるよっていうふうにやってる、なるほどなるほど、まあ代わりに作ってくれるとね。そうですね、その輪転技術、その印刷技術がすごいという、まあ、そういうイメージですね。はいはい、なんか TSMC っていうのはその専業、下請け専業になることでひたすら技術を磨いてきたっていう。その通りですね。なるほど。で実際特にあのアメリカ、まあ、特にアメリカがそうなんですけども、お金がなくても半導体を作りたい、俺にはアイデアがあるんだというそのベンチャーが出てきて、うんうん、で半導体 その設計をする、でこんな半導体作ったらこんな素晴らしいコンピューターができるぞ、携帯電話ができるぞ、でも工場がないな、じゃあ TSMC に作ってもらおうみたいな、そんな構図でお互いに大きくなってきた。なるほど。設計専業の人たちがこんなの作れないって言って、そうですね、ひたすら作る技術を、でそれの一部はやっぱり日本が教えたりもしてたのもあると。あります。で実際に最初はその工場を持っていない、そのベンチャーの工場を持たないファブレスと言われる会社の人たちは大体誰に作ってもらってたかというと、東芝とか西高エプソンとか沖電機とか大体の日本の会社が代わりに作っていたケースが多いんですが、まあいつしか、でも東芝だってひょっとしたら競合するかもしれないよね、西高エプソンだって自分で半導体作るかもしれないよね、そういうことか。ところが TSMC はうちは自分の半導体作らないから、なるほど、委託しか受けないから、あなたとは絶対に競合しませんよという、まあ、信念があって。これもしかして例えば東芝さんだったらね、作ってあげるけど俺も競合のもの作るかもしれない、で技術が盗まれる可能性もあるけど、もう作る下請け専門だったらそこに技術を教えてあげても競合されるものは作らないっていうようなこともあるったわけです。それは非常に TSMC にして非常に大きな、そのお客さんを安心させる材料ですね。変わんないってことですね。そうそうそう、ひたすら下請けで絶対皆さんのものを作りますけど、技術を上げてっけど同じものは作りません。そうですね。でどんどんやっぱ技術が上げるって要するに微細化していくってこと。そうですね。なるほど。まあ、言ってみれば半導体の技術の進化ってのは、まあ、微細化とほとんど同義語だと思っていいですね。でそうするためにはその装置を買い替えなきゃいけない、どんどん新しいものにしていかなきゃいけないということで、まあスマホもだいたい3年ぐらい使うと陳腐化してまた新しいのしいなとかいうのがあると。昔パソコンも 3,4 年でだいたい陳腐化して取り返したと思うんですけど ね、今パソコンの使い方あんまり変わらないので、まあ、5年使っても6年使ってもあんまり不自由ないかもしれませんが、スマホは進化してますから。そうですね。で半導体技術というのも実は進化が早くて、で今最先端と言われているものが2年経つと最先端ではなくなると。2年でなくなりますね。これだから今いろんなね、まあスマホにしてもパソコンにしてもインテルとかサムスンとか、はい、
あとは、まあ、TSMC の最先端行ってる、はい、まあ東芝とかもあると思うんだけど、全然やっぱり TSMC の技術がすごい、うん、そうですね。例えばそのまあ今世界半導体製造装置、東京エレクトロンなんかが、まあ、日本の代表選手ですけども、半導体を作る装置、うんうん、製造装置の市場って世界に大体全部で6兆円ぐらいの市場があるんですけど、そのうちの3兆円から4兆円を TSMC とサムスンとインテルとこの3社が買い占めちゃってるんですで、他の会社が買えないんじゃなくて、要はその最先端の半導体を作るために高い装置を買うわけですよね。他の会社には残念ながらその技術がない。あ、そうか、買っても使えないんだ。使えない。なるほど。だからそういう無駄な買い物ができない。これってことは技術的な差がついちゃうと相当もう追いつけないってこと？一旦差がついちゃうと途中そのですね、あのマラソンでいうともう30キロ35キロ持って差がついた時に逆転が難しいのと同じようなもんで、それでもひたすらでも投資し続けて最先端に行ってるわけだ。で、うん、昔はだから日本の会社もその中 の、まあ、レースに参加していたんですけども、まあ、残念ながら振り落とされてしまって、うん、今最先端で争っているのはこの3社だけですね。この3社もいずれ2社になっちゃうかもしれないとか、そんな見方があるぐらいで、それでもやっぱ台湾の TSMC が強い。 TSMC がまあ今後もトップを走りそうだという見方をしてます。で最近ちょっとね、あの米中摩擦とかやってますけど、その台湾って言葉がその米中摩擦の中でちょいちょい出るようになってきて、非常に地理的にも微妙な場所ですよね、はい、例えば中国から見ると、はい、まあ、最近ついこの間までその香港を何、まあ、一国二政府ではなくて、うん、もう無理やりその取り込んでいきますよと。でどうしてそういうことを無理やりやったのかというと、まあ、中国にしてみると香港という金融市場が欲しかった、うん、で台湾にしてみると TSMC というその世界最先端を行く半導体メーカーがあって、半導体技術があって、まあ、中国にしてみると台湾というその半導体の拠点がある、これを取り込みたいという思いが政治的にはあるんだろうと。ところが TSMC はさっき申し上げたその最先端の半導体を作りますよと言って、お客さんがアップルだったり、それからアメリカの半導体メーカー、あのファブレスの半導体メーカー、だいたいアメリカのお客さん向けが売り上げ7割ぐらいを占めているので多いな。そうすると中国政府がああしろこうしろと言っても、7割のお客さんが抱えたらアメリカの市場の方が TSMC にとっては大事だから、確かに、だから中国政府の言うことなんか聞かないだろうと。なるほど。ところがアメリカ側にしてみると、もし何らかの不都合ができたら、うん、TSMC に対して中国政府が何かを言ってきたらどうなるのというリスクを考えたときに、うんうん、TSMC の最先端工場をアメリカに作ってちょうだいよと。なるほど。で、まあ、あの2兆円ぐらいのねお金をかけて、まあアメリカに最先端工場、今 TSMC の工場を作ってるんですけどね。これいつ稼働するんですか？稼働するのに、あと2年後。あ、でもそんなやつでしたもん。2兆円。だいたい僕も、うん、あのニュース読んだりするけど、半導体のこういうね、あの最先端の工場を作るの、だいたい1回あたり1兆円か2兆円ぐらい。昔は1000億とか2000億だったんです。10倍か。10倍になったんです。どん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 微細化が進んでって、1個の工場を建てるのに最先端工場っていうのはもう桁が上がっちゃったんです。すごい。だ、相当これお金いるよね。これですから、そうやってあの途中で脱落していっちゃうような会社にの支え、まあ、出し切れる金額じゃなくなってきちゃったんですね。これな、これさっきの370億なんて日本企業がどうのこうのみたいな、日本の拠点がどうみたいな、370億全然足りねえ。そうですね。TSMC は1年間で、ね、半導体の設備投資3兆円やる会社なので100分の1よ。これじゃあ日本に作るものっていうのはその製造装置を作るわけじゃないってことね。まあ、研究所ですね。研究所、そうすると3兆円に300億円じゃ無理だ。 TSMC の日本市場向けの売り上げっていうのは 5% から 6% ぐらいしかないので、日本にはあの大手顧客がいないんですね。だから市場がないから、日本に量産工場を作るというのは彼らにしてみるとあんまり意味がない、うんうんうん、ただあの日本にはそのいい材料があるだとか、それからいい技術があるんだったら研究所を作るのは意味があるよねっていう考え方をしたんだと思いますね。なるほど。日本はそう、半導体の素材とかね、ええ、ああいうのは日本のメーカー強いんですよ。お、
ね、そうですね。それからあの半導体の、まあ、よく言われるウェーファー加工でいう前工程、それからパッケージングをやる後工程、その装置メーカー結構日本には世界でも名だたる企業はまだまだたくさんあるので、そこら辺と一緒に何かを開発しようという考え方はあり得ると思います。なるほど。そっか。でもこれもうね、いかにだから TSMC とか台湾のね最先端が、これ最先端の工場を握ることによって、今度はその半導体をどこで使うかとか、どこに出すかっていうのをコントロールでき、あの TSMC にだってハーウェイにチップ出すなって言ったら、ハーウェイあの端末作れなくなっちゃった。そうですね。そうか。P30 の、まあ、作ってはいるけど、もう世界第2位だったのにいなくなっちゃいましたかね。そうですよね。そうなんですよ。あの作ってない。だから出しちゃダメよと言われたら、で実際に分かりましたなんて言っちゃったら、もうそこで止まっちゃいますよね。あ、そう、あの減らすじゃなくて止めたんですよね、うん、あれ、うん、だからハーウェイ、そうなん、あのスマホ作れなくなっちゃって、あらららららら、あれ少なくとも最先端の今その 5G と言われてる技術は持ってるけれども、それは作れないと。あれやっぱり TSMC の半導体がないと作れない、うん、作れませんね。これすごくない？怖え。だからあれだけの企業がスパッとこうね、殺されかねないと、うん、それを握った方は強いですよね。これ結局この辺がまあ政治の道具にもなりうるし、そういうその、まあ、大手のね、あのスマホ市場のシェア分布の変化にもなりうる、うんうんうん、でそれのキャスティングボードを握ってるのが TSMC ということになっちゃうんですね。だから最先端がどっちに転ぶかで、だってこれ中国側がね TSMC にこう iPhone に出すなって言ったら、つまり iPhone の進化が止まるわけですね、うん、そういうことなんですよ。でただあの去年の末で言うと、実は TSMC の売り上げの 20% 以上が Apple だったんですね。あでかい。で TSMC にしてみると、売るなってはいはいとは言えないお客さんですよね、冗談じゃないと。だから言うことは聞かないだろうけど、なんかされたら困るじゃないですか。で何か起きてからさあ困ったぞっていうわけには、アメリカという国の立場からと、まあ、言えなかったんでしょうね。で工場をとにかく、なるほど、なるほどね。しかしまあ1990年代ぐらいは日本が世界すごいけどトップで、その世界最高峰の技術を持つ TSMC にもともと教えていた日本が、これから何かこう、なんつうの、この半導体の分野世界でこうもう一回ね、あの経済を動かす、あの、まあ、技術を持って経済を動かすポジションに戻る方法はないんですか？残念ながら今のままだとちょっとそういう絵が描けないですね。マジか。あのやっぱり日本でその当時そのトップ10に名前を連ねていた会社、みんなその半導体をその自分たちの連結から外してしまったのは、半導体で大赤字を出しちゃったからなんですね。で結局そういうその設備投資微細化の競争で韓国に負け、台湾に負け、でまあそうやって半導体事業を縮小してきちゃった会社が残念ながら日本にはたくさんあって、もう一遍頑張れと。で実はあの頑張るべきだと思います。これから半導体の重要性どん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 高くなるんだけれども、日本の大手電機メーカーの考え方っていうのは残念ながらそうではない、もう半導体はまっぴらごめんだと言っている会社の方が残念ながら多い。これでも3兆円は中小企業じゃできないんで、やっぱ大手頑張ってもらわないと、大手が頑張らないとできないことですね。でせめてそのでかい工場を作れとは言わないから、例えば今の一時期その垂直統合だ、設計から製造から全部自分でやるのがいいんだ、それが半導体だと言われていたのが、効率を考えて設計する会社、製造する会社、水平分業に変わったらこういう会社が出てきましたと、でところが今アップルはまあもともと iPhone 作ってるんですけど、あのそこで売ってる半導体買ってくりゃいいやじゃなくて、自分で半導体を設計したい、アマゾンはそこで売ってるインテルの CPU 買ってくればいいや、誰かに作ってもらったプロセッサー買ってくれば自分たちのサーバーできるだろうじゃなくて、自分たちのデータセンターのためには自分たちで AI プロセッサーを作るんだと。Google もそうですね。大体あのそうやってサービスを提供するアメリカの IT 企業、これ中国もそうなんですけど、自分で半導体の設計を始めようとしてるんです。じゃあ日本の NEC は富士通はってな、いやとんでもない、外から買ってくりゃいいじゃんと。でこの考え方を変えていただく必要があると思ってます。あの技術的なものはまだなんとか
追いつこうと思え頑張れるものはある。半導体に関係してる人みんな外に出しちゃって今のままではちょっと難しい。むしろだからあの昭和の時代は日本がトップだから技術者が流出したけど、逆に今は外から取り込むような意識がないとダメってことかな。つまり半導体でなんで重要なのっていうことを考えたときに、その半導体で儲けるというのもとても大事な選択肢なんですけど、半導体を使うことによって自分たちの例えばコンピューターシステムの差別化を図る、サービスの差別化を図る、今アマゾンやグーグルやアップルがやってるように、そういう発想に立つと半導体は切って捨てるわけにいかないから。で実はアップルは最初半導体のエンジニア一人もいなかったんですね。で買ってきたんですよ、外からスカウトして、必要だと思ったから。必要だと思えば何でもやる。これでもあれトヨタなんかもね、あの必要な人は外部からね、グーグルの人スカウトしてきてやったりしてるから。おっしゃる通りですね。ね、その発想になっちゃうしかないねこれね。つまり必要だと思ったら今なければ外から買ってくる、人でも何でも。そうね、自前でやるようにこう意識改革をしていくということが、まあ、だからあれだな、考え方変えないと、日本がトップだからみたいなことじゃなくて、やっぱ学ぶ必要もあるし。そうですね、で今までなんで半導体でダメだったのか、これから何が必要なのかを考えた時に、もうダメだじゃなくて、半導体で儲けなくてもいいから、半導体のノウハウを使って新しいサービスを立ち上げようだとか。あ、そうですね、新しいそのねイノベーションですね、付加価値をここでもってイノベートをしていこうという発想が大事だと思いますね。なるほど、確かに。まあまあちょっと僕ら中小企業ができることって限られてるけど、ただこういう情報だとかこういうことに相当耳をそば立てて、あの国の方向性とかね、米中のやり、あのちょっとやり取りなんかにちょっと相当あの気を使っていく必要は今後あるということですね。あると思いますね、まあ、先ほどから名前に出てる TSMC も最初は中小企業だったので、あ、でそれが、まあ、最初だからそのろくな仕事も来なかったと、まあ、そこでまあ腐ることなく、まあ、地道な努力を続けていって今の TSMC があるわけですから、でこれからの半導体ってのはあのいろんなイノベーションが起きます。材料面でも起きるし、製造ノウハウでもいろんなイノベーションが起きるので、規模の大小ではなく、え、本当？発想の転換が大事だと思いますね。これは中小でもだから何かできることが生まれる可能性あるね。あのむしろ中小の方があの小回りが効いて自由だし、発想の転換で自由です。これ皆さんいいかもしれないよ、うんうん、というわけで今回ちょっとね、半導体ってねちょっとあれでしたけど、あのピンとこない人もいるかもしれませんけど、こういうねちょっと将来に向けたイノベーションの種かもしれない、はい、そうですね、いうことをちょっといろいろ教わったのでですね、はい、ちょっと絶望せずに頑張りたいと思いますどうもありがとうございました。ありがとうございました。萩原直也のスロートーク。日本一おいしいどら焼きをはじめ、中尾清月堂には春夏秋冬、季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい、彩り、時を受け継ぐ技、心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心、富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんか。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。萩原直也のスロートーク。はい、というわけで、はい、本日は半導体分野の台風の目、世界最強の半導体メーカー TSMC と世界経済の今後ということでお話をお伺いいたしましたが、小山さんいかがでしたでしょうか。そうですね、やっぱりあのイノベーションを起こすということでね、あの企業のその規模の大小にかかわらず、これからの発想の転換にちょっと期待していきたいと、まあ、皆さんにもそういうメッセージを送りたいと思っています。はい、なんかすげえね、途中でもなんか絶望の淵にこう日本だって相当だって半導体ないと僕らね、これからだってもう
あのパソコンとかってレベルじゃないじゃないもん、はい、半導体ないと機械動かないし、うん、もうビジネスするのにも支障をきたすし、うん、iCloud で止まっちゃうもんねあれ大変、うん、って考えるとすごくあの大きい話に見えたんだけど、ただイノベーションって考えると小さい会社ができることもあるかもしれないってことね。そうです、うん、もう大きい会社に頼らない方がいいかもしれない。本当？そうそうそう、これはちょっとね、大山先生にこういろいろこれからも教えを請いながらです、はい、中小企業でできることっていうのもちょっとね、うんうん、今後ちょっと大山先生にこう適宜アドバイスをもらいながらちょっと考えていきたいなと、はい、たくさんあると思います。本当、はい、よし、じゃあちょっとね、あの講演会もやってもらいながらちょっと教えてもらいたい。ここで喋れない話も聞けるかな。あ、そうですね、ちょっとここで危ない話もそれはないか。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて次回は7月5日の放送です。ぜひ聞いてくださいね。それではまた来月。